はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。小家です。小家さんよろしくお願いします。今日は、この今流行ってるんですかね、このルメントっていうシャンプーを紹介します。合ってる。じゃあ、まあなんかちょっと流行ってる感じでちょっと蓋がかかっちゃったな。あれなんですけど、泡のシャンプーで、まあ、ちょっと流行ってるんで、まあ、シャンプーのやり方と、まあ、一緒にちょっとやってみたんですけど、ちょっと使ってみた動画をちょっと撮ってみたんですけど、まあ、アミノ酸系のシャンプーで、まあ、頭皮だったりとか、に結構優しい、あまりこう、なんていうの、洗浄力が少ない、強くない、そう、強くないので、まあ、頭皮がなんかこうかぶれたりとか、なんか乾燥したりとか、なんかそういう、なんかそういうシャンプーではない、なりづらい、言えてないな今日すいません、そう、なんかそういう感じで、まあ、優しい感じのシャンプーですねをちょっと使って検証してみました。で、泡のシャンプーやったんで、まあすごいこうシャンプーによる摩擦だったりとか、そういうダメージもちょっと少なくちょっとできるやつなんで、このなんか3日に1回ぐらいでいいらしいんですよ、このシャンプー。だからまあ3日に1回ぐらいでやってあげるといいかなっていうやつをちょっとやりました。どうですか、仕上がり。ちょっとやってみたんですけど、はい、結構そのクールシャンプーよりも全然こう、寒くならない、寒くならない、スースーしないんで、はいはい、なんか冬でも結構油分詰まりやすいんで、うん、すごいいいかなって思いました、ね、なんか取れてる感じはする、やっぱりすごい、終わった後はすっきりするんで、めちゃくちゃ良かったな。でもなんかそういう炭酸系にじゃないやんな、これ。そうですね、泡なんですけど、こう泡のやつって結構炭酸のなんかシャンプーみたいな多いんですけど、これどっちかというとなんかそういう感じもなくスースーもしないんで、女性の方も結構使えるかなっていう。あとなんかこう特徴書いてたんですけど、匂いがない、はい、なんかその頭皮の匂いって結構出てくるらしいんですけど、まあ出て、僕はあんまり清潔な人間なんであんまりこう出てこないんですけどすいません、ジンバの冗談で、なんかそういう頭皮の匂い、1日経ったら結構匂いしてきたりとか、なんか男性の方特に多いみたいな、まあ、女性の方もいる方もいらっしゃるかもしれないですけど、気になる方はなんかそういうのも結構抑えれるシャンプーみたいで、実際ちょっと使ってみてあんまり匂いせえへんみたいな感じだったよな。そうですね、まあ、1日経ってみないとちょっと分からへん、分からん感じが、なるほどなるほど。でもまあなんか雰囲気的にそうやったらしいんで、うん、まあなんかちょっと面白いシャンプーかなと思うんで、まあ、よかったらまたリンクも貼っとくんで、よかったらまあ使ってみてください、まあ、気になる方だけでいいかなと思うんで。じゃあ、シャンプーのやり方と、まあトリートメントをつけて、まあ、こういう風にやった方が、まあ、このシャンプーだけじゃなくなんかいいですよみたいな方法を今日ちょっとやってるんで、よかったら参考にしてみてください。じゃあ行きますね、はい、じゃあそれでは動画どうぞ。じゃあ基本的なシャンプーの仕方まずやっていきます。まずは、まあ、大体お湯の温度38度から40度ぐらい、ちょっとぬるま湯ぐらいですねをつけていきます。最初のこのお流しである程度の汚れというかをしっかりと取っていくので、この最初のすすぎはしっかりとやってください。だいたい多分2分ぐらいを目安にザーッと流してもらって、少しだけこう頭皮をちょっとこするというか、優しくこするような感じでやってあげると、最初の油分だったりとか汚れはしっかりと落ちます。じゃあこのルメントのシャンプーでやっていきます。で、これ泡タイプなんで、まあ大体ピンポン玉ぐらいの感じで1回やっていきます。頭皮にこう押し付けるような感じで、で普通のシャンプーとこう違って、こう摩擦によってこう擦っていくじゃないですか、シャンプーって泡立てると思うんですけど、
がちょっと少なくなるので髪の毛のダメージとかもちょっと軽減できるかなと思います。一回ちょっとピンポン玉ぐらいでちょっと 泡を出してみたんですけど、結構それだけでもこう泡立ちそうですね、このシャンプーは。まあ、髪の毛が多分ちょっと多い方だったりとかはもうちょっと、泡をあと半分ぐらい、これぐらい足してもいいかなと思うんですけど、全然普通のまずはピンポン玉ぐらいでやってあげてもいいかなと思います。で、なんかシャンプーでガーッとこすったらいいかなって思ったりもすると思うんですけど、どちらかというと今はもうこう頭皮を優しくこうマッサージしてあげるようにやってあげるとシャンプーが気持ちよくできるかなと思うんで、基本的に最初の流しで汚れは取れてますので、あんまりここでこうガーッとこすったりするのはやめてください。優しく優しくこうマッサージするような感じでやってあげるだけでいいと思います。で、基本的にこう血行促進だったりとかをこう促さないとダメなので、やっぱりこう何もこうマッサージをしないと頭皮って硬くなってきて血流が悪くなって抜け毛の原因だったりとか頭皮のトラブルにもなるかなと思うので、なるべくこう頭皮をこう動かすような感覚でシャンプーをしてあげると良いかなと思います。だいたい何分ぐらいやったらいい、シャンプー？だいたい3分から5分ぐらいマッサージをしてあげると良いかなと思います。結構なんかこの泡のシャンプーなんでだいぶガシガシしなくていいんで結構楽かなと思います。で、基本的にちょっとまあ泡がなくなってきたらちょっと泡足してもいいかなと思うので、じゃないと普通に髪の毛だけでこすったりっていうかこういう風にマッサージすると髪の毛のダメージの原因にもやっぱつながると思うので、なるべく泡をちょっと出してる状態で泡でこう摩擦を加えるというか優しくやってあげるとシャンプーはいいかなと思います。結構あれだけなんですけどかなりこう濃厚な泡になってるかなと思うんで、結構使いやすいシャンプーかなと思います。で、基本的にシャンプー毛先までやらなくてあんまりいいので、どちらかというと本当根元中心でやってあげると OK かなと思います。じゃあこれでちょっと流していきます。じゃあこれで流していきます。で、このすすぎも結構重要です。もう 2,3 分ぐらいしっかりと流してあげた方がいいかなと思うの で、なるべくこうシャンプーってこう普通にこう下向いて、まあこれ美容室のシャンプー台なんであれなんですけど、下向いてこうバーッとやったらこう髪の毛が顔にかかってきちゃったりとかするような感じで流される方結構多いかなと思うんですけど、どっちかって言ったらこうご自宅でもこう上向いてこの状態でこうシャワーを上から当ててあげるといいと言われてるんで、なるべくそういう風にしてあげるといいかなと思います。まあ、シャンプーでこう浮き出てきたこう汚れだったりとかも多少はあるかなと思うんで、それをお顔にかけるよりは後ろに流していった方がいいという、まあ、僕の完全に考えになってるんですけど、の方がいいかなと思うんで、なるべくそういう風にやってあげるといいかなと思います。結構流し心地もそんなにこうすごいこうきしみが出るっていう感じでもなさそうですね、このシャンプーは。なんかいわゆるこうアミノ酸系シャンプー、まあ、美容師さんが結構好むような最近のシャンプーなんですけど、なんか泡立ちメインっていうよりは結構こう頭皮だったりとか優しい感じのシャンプーなんで、結構頭皮が弱い方とかでもなんか使えそうな成分が入ってます。
こんな感じで、まあ、大体2分ぐらい流したという体でやっていきます。まあ、基本的なシャンプーの仕方はこれでやってもらったらいいかなと思うんで、結構スーッとする頭皮、そんな感じではない、そこまでじゃない、全然優しい感じの、うん、仕上がったなっていう感じ、はい、なんでまたトリートメントの方法とかまたやっていくんで、ちょっとシャンプーの方法をやってみました。で、ちょっとトリートメントをつけていきます。でトリートメントはもう毛先中心に、根元にはあんまりつけないで、もう髪の毛をこういたわるような成分しか入ってないので、あんまり頭皮につけても正直意味ないので、なるべく毛先だけにしっかりと浸透させます。どちらかというとこうギュッギュッギュッとこうしてあげると中にもちょっと入っていきやすいかなと思うんで、僕はちょっとこう押しながらトリートメント入れることが多いかなと思うんで、そういう風に自宅でもちょっとやってあげるといいと思います。でお時間があるんだったらもう本当に1分から3分ぐらいちょっと時間を置いてで流してあげると、あの髪の毛にも浸透も良くなっていいかなと思うんで、だいたい自宅ではそれぐらいやってあげるといいかなと思います。ちょっとじゃあこれで流していきます。もうこれはちょっと動画なんで早くした方がいいかなとね、先生はい、ちょっとじゃあこれで流しますじゃあこれでちょっと流します。でトリートメントも結構しっかりと流した方がいいかなと思うので、なるべくそれも2分から3分ぐらいしっかりとやってあげるといいかなと思います。大丈夫ですか？気持ち悪くはないですか？はい、2分から3分今ちょっと流してないですけど、まあ、流した手にちょっとさしてもらいます。で、タオルドライの方法です。まあ、ちょっと美容院なんでこうあれなんですけど、まず頭皮のなんかよ、汚れじゃないわ、もう汚れてはないと思うんであの水分を取ります。でここでガシガシってするんじゃなくて、ちょっと優しく、これも一緒ですね、シャンプーと一緒で優しく優しく頭皮の水分を取ってあげるようにしてあげるといいかなと思います。これも同じなんで、やっぱりこの髪の毛のそのキューティクルっていうのが開いてる状態で、あんまりこうガシガシしちゃうとそのキューティクルが傷ついちゃって、そこからこう栄養分だったりとか、例えばカラーリングやってる人は、それがなくなっていっちゃうかなと思うんで、ちょっと優しく優しくやってあげます。で毛先の部分ですね、毛先の部分も結構こうガシガシって擦る人がいるんですけど、あんまり擦らないでこうトリートメント入れるような感覚で少しこう握って水分を取ってあげるといいかなと思うんで、しっかり乾いてるタオルでやってみてください。こんな感じで、もっとまあ家ではやった方がいいかなと思いますけど、しっかりとタオルドライをやります。で最後にちょっと洗い流さないトリートメントのつけ方です。まあ、手のひらでなじませて毛先をまずつけて、毛先中心につけて、根元はつけなくていいです。もう毛先中間ぐらいしっかりつけて、指通りがある程度良くなったら OK です。で、あとは乾かして仕上げれば完成なんで、まあ、シャンプーからまあちょっとトリートメントつけて、洗い流さないトリートメントつけて、まあ、それのちょっと一連の工程ちょっと今日やらせてもらいました。まあ、よかったらちょっと参考にしてみてください。